たやすくないというけど、共に委ねよう。そして最後は我らが殿を守ろう。家康は艦隊への返礼として安土城での宴に招かれた。
秋葉の祭り事は乱世を沈めるよりはるかに困難だろう。わしはわしのやり方で世を治め、弱きウサギは狼を食らうんじゃ。
暴れております。明智が殿の見印を取れとの号令を発しました。残るは家康だけ、断じて逃すな。あんのクソ直樹の口に腐った魚を詰めて殺してる。誰も死ぬな。行くぞ。この先家康たちは三河を目指して伊賀山中へ行ってください。その道中、信長に恨みを持つ者が家康の首を狙った。そこに現れたのは殿。服部党参上。こちらへ。半蔵に続け。伊賀川で参りましょう。伊賀、伊賀の国は我が服部家の故郷。こやつらの親や祖父母の故郷でござる。伊賀に入れば安心。家康をここで助ければ、信長はもう二度と伊賀
わしに明智を討たせ、わしに恩をくれ。おそらくそれがお主にとって最も利となることじゃ。
足が書くじゃん、足が。川部の胸をチャチャが晴らします。チャチャが天下を取ります。その正面、わずか一里半の小牧山城。
圧倒的な兵力に対抗するため堀を増設し守りを固めた。正信、軍師は秀吉が頼んだ。何言った？いかがします？